号のフォアボールから結局1点に繋がっていきました。低めを打っていく、ライトへ向け打球だ、ボーライトが見送っただけ、中段から上段に飛び込んでいきました。5号のホームランは第7号です。追加点のイーグルス、3回の表2対0です。キャリアハイを更新する第7号のホームラン、完璧に捉えてきました。小郷小深田の盗塁失敗はありましたが、小郷がその後すかさず一発で追加点。有原のボールはいかがでしょうか。やっぱり、本当アウトコースに、ね、行きたかったでしょうけども、まあ、中入りましたけどもね、ペイペイのこの中段の上行ってましたから ね、なかなかここまで吹っ飛ばす飛ばすのそんな見ないですから、ね。Thank you.